い、こんにちは、山園です。このチャンネルは様々なコンテンツを紹介レビューしながらオタクの僕が一言つぶやくだけのチャンネルです。今回は庵野秀明が宇宙戦艦ヤマトを作るについて話していこうと思います。懐かしいですね、庵野秀明の話をするのは。最近はあのディズニーの話とか大作映画の話ばっかりやってるんですけど、実は僕はね、あのジブリと庵野秀明の話ばっかりやってた人なんですよ、もともとは。ということで、まあ、このニュースは拾わないわけにはいかないということでね、僕その4ヶ月前ぐらいにも庵野秀明の次回作はあの宇宙戦艦ヤマトだというふうに言ってたんですよ、動画でね、出してたんですけど、昨日の夜急にその動画の再生数が伸び出して、コメント欄におめでとうございますみたいなのたくさん来て、何事かと思ったら、どうやらね、なんかイベントで庵野秀明が、宇宙戦艦ヤマトを制作する権利を獲得して2025年からプロジェクトが動き出しますみたいな話をされたんですね。うん、それですごい盛り上がってるらしいです。で、僕ね、その前回の動画で庵野秀明その絶対に宇宙戦艦ヤマト次作るって言った理由は、なんかもう本人が実写やらないってはっきり言ってるんですよね、最近のインタビューで。で、じゃあなんかアニメかななんて言って、アニメのリメイク何があるかなって考えたら、庵野秀明さんめちゃくちゃ宇宙戦艦ヤマトのオタクなんですよだから、まあ案の定作るのかという感じですね。まあ今回は、そういう庵野秀明に関してちょっと話していこうかなと思います。今ね、宇宙戦艦ヤマトの、リメイクなのかな、作品があってまして、ヤマト2199、この作品がですね、出渕監督が、やってるんですけど、もともとこの作品っていうかこのシリーズを作るときに監督候補に庵野秀明も残ってたんですよ。で、庵野秀明がやろうとしてたのが、この宇宙戦艦ヤマトの初代のアニメの第1話をセリフだけはそのまま使って、音声だけそのまま使って、カット数とかコマ、尺全部、今の技術で再現して、映像だけめっちゃ綺麗に、スタイリッシュにしてやろうみたいな作品を計画してたらしいんですけど、まあさすがにそれはということで、その時庵野秀明は監督に選ばれなかったらしいんですよ。だから今回その庵野秀明が権利取得してやりますっていうのは、もちろんね、その可能性があるっていうかね、俺はやっぱちょっとそっちの可能性が大きいんじゃないかなと思っていて、要はその庵野秀明は宇宙戦艦ヤマトを完全にこのこれまでの新シリーズみたいに、自分の中で咀嚼して新しいものをポンって出すんじゃなくて、本当に昔のをそのまんま作り直すっていう感じになるんじゃないかなとちょっと思ってます。どちらかというとこの新仮面ライダーとか新ウルトラマンってより、あの新サンダーバードって言ってね、庵野秀明なんか、サンダーバードの総集編っていうのかな、再編集をやって出してるんですよね。だからそっち寄りの感じになっちゃうんじゃないかなと思って、なっちゃうっていうか別それでもいいんだけど、なるんじゃないかなと思ってます。まあね、でも個人的にそう思ってるんだけど、どうやら庵野秀明さん昨日のそのイベントで、今やってるリメイクシリーズとは別路線の話になりますって言ってたらしいんですよ。別路線かということで、まあ、そういう言い方的に全く新しい話をやりそうだなという気もするんですよね。ただその全く新しい話っていうのが、宇宙戦艦ヤマトってまあ長いじゃないですか。どう切り取って切り張りしてやるのかなっていうのがね、まあまあその仮面ライダーとかウルトラマンもやってるから、まあできないことはないんだけど、僕自身がちょっとね、宇宙戦艦ヤマトをちゃんと見てなくて、総集編とあの実写版、山崎隆監督のキムタクの実写版と、映画1本見たぐらいかな。うん、だからちゃんとね、ちょっと全体像がまだ分かってないんで、どんな感じになるのかっていうのがね、ちょっと気になってます。なんかね、もし完全にオリジナルでやるんだったら、1個ポンと映画を出して終わりってよりは、なんかアマプラの独占配信とかで、あの何話とかでね、やるのもあるかなと思います。あのスタジオカラーの作品はずっとそのアマゾンプライムだけにしかね、ポンポン出てないんで、多分その独占契約みたいなのを結んでるんですよ。だからその延長線上でアマプラでオリジナルアニメシリーズをやったりっていうことも考えられるんじゃないかなと思ってます。で、ちょっとね、こっからはその宇宙戦艦ヤマトの話じゃないんだけど、どうですか、庵野さんがまた、その過去作というか、をリメイクすることに関して。うん、僕はね、ちょっともう不安というかね、まあまあその宇宙戦艦ヤマトの解像度が低いから不安も何もないんだけど、そのシン・ゴジラ、シン・ウルトラマン、シン・仮面ライダーとやってきて、当時はなんかすごく僕楽しんでたんですよ。うわー、これはね、庵野秀明にしか作れねえって、うわーって盛り上がってたんだけど、
なんかそこに尽きるなっていう、庵野秀明だなっていうのがやっぱ強いんですよね。なんかその過去のウルトラマンとか仮面ライダーを一度またね新しく作ってリメイクして一般に開けたものにしようっていう感じじゃないじゃないですか。もうどちらかというと昔見てた人たちにもう一回楽しんでもらうみたいな感じのが多くて、どちらかというとそのフラッと立ち寄って見て、うわーウルトラマンってこんな面白いんだって一般の人が思う作品ってよりは、そのテストに近いその過去作をねいろいろ履修した人たちが見て、うわーこれはあのシーンだチェックマーク、あのシーンだチェックマーク、これはあのあれの引用だとかあのネタだみたいなのをね一個一個拾っていくような作品にちょっとなりすぎてるんじゃないかなっていうのがあって、シンゴジラの時はね、どちらかというと成功してたんですよね。それがそうした結果一般の人にも開けるというね、ゴジラという作品がもっと広いものになったっていうのではシンゴジラは成功だと思うんですけど、新ウルトラマンときておおと思って、まあ僕ウルトラマン初代とかも全部見てるから、もちろん興奮したんですけど、その後の新仮面ライダーを見てどんどんやっぱりね、縮小していってるというか、まあ、新ウルトラマンの時にもうはっきりとなんかどっかに書いてあったんですよね。その、あの当時、過去初代ウルトラマンを楽しんでた人たちでもう全部その制作費とか回収できるぐらいにしようみたいなことを考えてたらしくて、それはもうちょっとね、これから一般の人たちが見るような作品じゃなくなっていくのかなっていうのがちょっとあるんですよ。で、じゃあ一体それはいいのか悪いのかっていう話になると、僕自身はやっぱ当時は楽しんでたんですよね。うわーこれもう大画面で有名な俳優さんたちが仮面ライダーに変身するのすげーってね、やっぱ興奮してたんですけど、なんというかね、じゃあそれを作ることによって仮面ライダーというこのシリーズに何か影響を与えるのかって言ったら、すごく虚無的な作品なんじゃないかなとね思うようになりまして、要はねそれでもう終止符を打っちゃうんじゃないかな、とどめを刺しちゃうんじゃないかなというふうにね思う部分があるんですよ。あの新仮面ライダー自体も子供向けでは明らかに作られてなくて、じゃあ一般の大人が見てうわ仮面ライダー素晴らしいって良さを再確認するかというとそうでもない。つまりその仮面ライダーシリーズの限界はこれだよっていう風にもうパッとなんか切っちゃってる気がするんだよね。例えばそこをすごいキャッチーにして、いやもうみんなも見れる仮面ライダーみたいなことをすると、まだまだどんどん仮面ライダーの世界っていうのは広がっていった気がするんだけど、なんかもう多分仮面ライダーシリーズで最大限のお金をかけて最大限の規模で、最大限のその宣伝でやって、これっていうのはもうある意味それを見ちゃった人たちが仮面ライダーの限界を感じちゃうような感じになっちゃってたんじゃないかなと思って、僕はねこの新ユニバースはこのねまあまあ進むとしたらちょっと懐疑的になってしまいますね。まあでもね結局僕は見るんですけどね、作ったらということなんで、まあちょっとこれからね1話から宇宙戦艦ヤマトを全部見なければいけないなと思ってます。そんな感じですね。普段はディズニーとか大作映画とかアメコミの話を最近はねよくしてますんで、まあそちらの興味もある人はねぜひ高評価とチャンネル登録 X のフォローもしていただけたら嬉しいです。とやっぱりね庵野秀明とかジブリの話もちょくちょくしていけたらなと思います。せなれー。